飯島秀夫、ひでお、夫、飯島秀ひでお、ひでお、1944年1月1日台は、日本の陸上短距離選手、元プロ野球選手、外野手。走塁のスペシャリストとして、ロッテオリオンズ、現、千葉ロッテマリーンズに入団した、元100メートル競争日本記録保持者。茨城県水戸市出身。水戸市立緑、岡中学校時代は、野球部だったが、 三年生の時に足の速さを評価され、放送陸上大会の100メートルに出場して2位となる。これを契機に茨城県立水戸農業高等学校に入学後、陸上部で短距離走の選手となる。その後、目黒高等学校、現、目黒学院高等学校陸上部監督で、水戸農業高校 OB の大和田実に素質を出され、転校。 転校した年の秋の国民体育大会で10秒6を出して1964年の東京オリンピックの準候補選手に選ばれ、当時の100メートル走日本記録保持者、吉岡隆則のコーチを受けることとなる。早稲田大学教育学部進学後は、早稲田大学競争部に所属。しかし、練習は、吉岡のメニューに従い、週末は立川市にあった。 吉岡が所属するリッカーの練習場に通っていた。ロケットスタートの異名を取るスタートの速さで頭角を表し、1964年6月26日、西ベルリンの国際陸上競技会で100メートル10秒1を記録し、吉岡の持つ日本記録10秒3、当時の世界大記録を29年ぶりに更新した。しかし同年の東京オリンピックでは、第1次予選で、 予選最高タイムを出しながら、第二次予選でのゴール直後の転倒による影響から、準決勝を敗退した。400メートルリレーでは、第一層を務めたが、こちらも二次予選、準決勝で敗退している。壮大卒業後は、茨城県庁に入庁。1965年ユニバーシアード、ブダペストにおいて追い風参考ながら10秒1で、優勝。 前年の東京オリンピック3位であったカナダのハリー・ジェロームを破、る。また、1966年の欧州遠征でも2回に、渡り10秒1を記録した。しかし、1967年6月のヨーロッパ遠征で左足を負傷して、手術を受けたため、オリンピックの候補、強化選手からは外され、またこの時期から吉岡との関係もぎくしゃくしたものになり、 1968年6月のアメリカ遠征では、亀裂は決定的になったという。吉岡と決別し、秋のメキシコオリンピックでメダル獲得を狙うも、またしても準決勝で力尽きた。ロケットスタートを見せながら、50から70メートル付近で肩の筋肉が硬直し、ストライドが広がり、体が上に飛ぶような状態に陥り、失速するケースが多く見られた。 この理由として本人は、この頃トラックが土からゴム製の全転向トラックに変わり、その反発力の違いに体が対応できなかったためと述べている。なお、メキシコオリンピックの準決勝でマークされた上記の記録は電気ケージで10秒34であったが、公認されなかった。これは当時、公式タイムが 手動掲示によるものが有効とされており、現在のような電気掲示による記録が国際陸上競技連盟によって公認されたのが1975年からだったことも影響しているためである。陸上競技マガジンが毎年春先に出版している記録集計法の中にも日本歴代50決の中で飯島の名前が登場する。そして過去に訴求して公式記録として 公認との正しがきがついていた。この歴代五十欠の中で、飯島の名前は2006年まで残っていた。オリンピックの後は、茨城県庁に勤務する一方で、足を活かした仕事をしたいと考えていたところ、知人から大沢信夫、当時国学院大学公式野球部監督に話が行き、そこから大沢信夫の実定で、東京オリオンズ。 1969年より、ロッテオリオンズコーチだった大沢刑事を介して、永田正一オーナーに話がつながる。もともとは、総類コーチでという話であったが、飯島の知らぬうちに、選手契約となっていた。その結果、永田の肝入りで1968年のドラフト9位で、オリオンズに指名され入団する。背番号は、当時年間投類数の日本記録だった85を、 上回るようにとの期待を込めて八十八に決定。後年、本人はロッテ入団について気がついたら辞退できない状況になっていて、あの時は周りの人に怒られたなぁ。何せ、いきなり陸上選手がプロ野球選手になったんだから寝とっている。一方、壮大な外の人間である吉岡の指導を受けたことで、壮大卒業時に、 OB が就職の世話をしなかったことに縁印があると、する、総大競争部後輩の証言もある。球団は、飯島の足に5000万円の障害保険をかけた。飯島には1万8000円の特製スパイク、カンガルーの比較を、使用が支給され、開幕前には、大沢刑治が突き切りで指導した。のオープン戦では10試合目で、初めて盗塁に成功した。 それまでにトール塁差しを4回経験している。当時のロッテは、客の不入りに苦しんでいたが、世界初のダイソー専門選手である飯島のデビュー戦には、通常の4倍の観客が訪れた。開幕2日目となる、対南海ホークス戦の9回裏、安ダで一塁に出た、山崎博之のダイソーで出場。この時の南海の保守は、野村克也であったが、飯島は、投球が、 キャッチャーミットに収まってからスタートし、盗塁を成功させた。この試合で初盗塁を決めたことで、飯島の人気は決定的になり、ロッテの本拠地、東京スタジアムの集客は前年比の倍になった。しかし、までの3年間で117回来走起用され、通算盗塁成功23、盗塁死17、県政死後、得点は46という成績に終わった。 投類の内訳は、二投十七、三投四、本当に。読売ジャイアンツと対戦した1970年の日本シリーズには三試合で、大イ起用され、二得点を記録。第四戦の7回には一塁で、牽制死しているが、飯島によると、その直前に一塁種の王貞春から、小場面で牽制はないと言われたという、王は1992年の書籍で記憶にないと、述べている。 1971年6月20日の対、西鉄ライオンズ戦、一塁走者として出場後、四球で二塁進塁後に、保守の効率を見て三塁にスタートしたが途中で、引き返そうとして、アウトが、公式戦最後の出場とな。登録上のポジションは、外野手であったが、プロ生活3年間を通じて一軍では一度も打席、及び守備につくことはなかった。 前期の公式戦最終出場直後の1971年6月25日、イースタンリーグ2軍のヤクルト戦で、大走起用後に打順が一巡したため一度だけ打席に立ち、3球三振を喫している。また、2軍戦では7試合で外野の守備につき、視察と補い札を一つずつ記録している。飯島と同期で、プロ野球に入り盗塁の日本プロ野球記録、通算。 シーズン保持者となった福本豊、阪急ブレーブスは当時の飯島を初めてグラウンドで対戦した時はそのスピードに曲げたと引退後の著書に記し、福本の100メートルベストタイムは11秒に飯島が期待ほど盗塁できなかった理由についてスタートのタイミングが音で伝えられる陸上競技に対し野球の盗塁では投手の牽制球や投球のリズムを 目を使って自分で測る必要がある違いを指摘している。また、スライディングについてもヘッドスライディングは勢い余ってよく二塁ベースをオーバーしていたと知るし、投塁の 3S スタートスピードスライディングのうち二つに難があった飯島は簡単には走れるわけがなかったと述べている。宇佐美哲也は野球に対する知識の不足に加え、 初年度に7度の故障で3ヶ月も出場できなかったことを挙げて、足が脆すぎて、野球という激しい競技には不向きと評した。一方で、飯島を類に置いた時の通算チーム打率は、424、出塁率49、491、151打数64安打、8本塁打、四死球20という記録が残っており、宇佐美哲也は、 飯島の足に必要以上に気を取られた。手投手が、その分だけ打者に力を注ぎきれなかったとすれば、ダイソーや飯島に対する評価もまた変わってくると、記している。現役引退後、1年間ランニングコーチを務めた後、対談。これは、長田正一が、オリオンズの経営から手を引き、ロッテが、名実ともに、 球団の持ち主に代わった後に契約を結ばないことを通告されたという。しかし、就職した不動産会社がすぐに倒産する。その後、いくつかの職を経て、1979年に故郷の水戸市内で飯島運動具店を開業した。前年の1978年に陸上界に復帰して、茨城県陸上競技協会の公認審判員、スターターとなった。 1984年3月17日、日本陸連は、メキシコオリンピックでの記録を16年ぶりに、公認日本記録とした。その時点での電気刑事の日本記録は、清水貞博の10秒40だった。同年5月5日、かつての死であった吉岡が成去。その翌日に、ふわ広が飯島と並ぶ日本大記録を叩き出すなど、飯島の名前が出る機会が多かった。 運動具店経営の傍ら、陸上競技のスターターを1991年頃まで務めていた。1991年の世界陸上選手権の男子100メートル決勝でカール・ルイスが9秒86の世界記録を樹立し、優勝した際のスターターでもある。現在も茨城県水戸市郊外にて、飯島運動具店を営んでいる。 2017年8月27日放送の消えた天才一流アスリートが勝てなかった人大追跡 SP にて本人曰く約30年ぶりに取材を受けたその際陸上の指導者にならなかった理由を自分の双方は土のトラック専用でメキシコ五輪から導入された合成ゴムのトラックには合わないかと述べているまた当初は ランニングコーチとして就任するはずだったのに、自分が知らない間に選手として話が進んでいたこと、また結果が出せなかったので、プロ野球入りしたことを後悔していると告白している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。